クラブは長代バンドテニスゴーゴークラブ、長代町民体育館で火曜日と木曜日に午後2時から午後5時まで練習に励む長代バウンドテニスゴーゴークラブ、平均年齢は76歳、長代町、宇津町、長崎市の59歳から86歳まで43人が楽しく汗を流しています。バウンドテニスのキャッチフレーズがいつどこでも誰もがいつまでも楽しめる障害スポーツなんですよ。テニスと卓球をミックスした屋内スポーツのバウンドテニスは1980年に日本で発祥。コートは縦10メートル、横3メートルでテニスコートの6分の1のサイズです。ネットの高さは50センチで、小さめのラケットやボールを使ってプレーします。ただ手を叩く、これが基本ですよって。ボール来たら面に当てて、もう本当に腱鞘炎にもならない。もうそのままの形でやれるっていうこと。だからテニス経験ないのがもうほとんどです。県内の競技人口はおよそ270人。初心者や高齢者でも自分のペースに合わせてできます。80歳以上が14人いるゴーゴークラブの最年長は、長代町の前川千鶴子さん、86歳です。来るなら来るって言っとけばさ、ちょっとね、頭はさばいてくるとかさ、したのに。下手でも上手でもね、なんか満足するの。下手は下手なりに楽しい。上手は上手なりに楽しい。負けても勝っても楽しい。長代町のバウンドテニスの講座を受け、70歳で始めた前川さん。練習や仲間との触れ合いが生きがいでもあります。あ、前川さんまた来たねとかさ、いつまでも来てね、もう目標にしてるからとか、なんとか褒められて言うからね。あ、みんなと会うのが楽しみねと思う。いや、これ出るだけでも楽しい。来月13日に開催される県連リンピックバウンドテニス交流大会には県内から26チームが出場。ゴーゴークラブは6年ぶりの優勝を目指しています。選手権とかなんとかなりますと、ボールのスピードが違います。それと回転、変化すること、非常に競技性があると思います。ライバル多いです。今年はね、ぜひ優勝したいと考えております。で、今一生懸命練習してるんですけど、熱が入ってます。長代バウンドテニスゴーゴークラブは一緒に楽しく練習する仲間を募集しています。ご覧の番号までお問い合わせください。とにかく楽しいスポーツだよって。障害スポーツとしてお家にこもるよりも、みんなと汗流してね、休憩しながらね、それはそれでいいと思ってます。もういつでも歓迎です。バウンドテニス楽しいよ。楽しかよ。